季的由来。山形市の花笠祭りは東北を代表する夏祭りの一つです。毎年8月5日から7日までの3日間、山形市で開催され、国内外からたくさんの人が訪れます。山形花笠祭りはもともとは蔵王夏祭りのイベントの一つでしたが、昭和40年に花笠音頭パレードとして単独し、現在の山形花笠祭りの形になりました。花笠音頭の起源は諸説ありますが、1919年の頃、築堤工事が着工する際に、土台を固める時の作業歌、とつけ歌として伝えられています。また、曲の中での八小馬箇所という特別な囃子は、作業員たちが働いている時の掛け声です。花笠踊りの起源は、傘に紅色に染めた紙を飾って花笠を作り、振ったり回したりしながら人々を応援していると言われています。踊り方は地域によって異なり、さまざまな踊り方があります。单字介绍。東北、東北。山形、山形。花笠祭り、花笠祭り。とつき歌、とつき歌。花笠音頭、花笠音頭。花笠手作步骤。材料如下。将圆形厚纸板用剪刀朝中心点剪出一条直线，将两侧厚纸板与角度约40度处重叠，用铅笔做上记号，重叠处利用粘着剂固定。利用订书机加强固定。将四张皱纹纸重复对折三次，变成三角形。用剪刀将三角形外部剪出花瓣形状。摊开后捉紧并旋转中心点，使其成为花的样子。将四个花瓣用订书机固定。重复步骤，总共需做出六朵花。剪出绿叶约四到六片。用红色皱纹纸在斗笠边缘装饰。将花朵利用粘着剂固定在斗笠的五角及顶端处。将绿叶粘上做装饰。花笠祭现场。